大切だと思う人と別れたのはむしろ良かったことなのかもしれません。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また不定期でありますが LINE アット公式 LINE でも様々な情報を配信しています。下の概要欄説明欄に LINE アット公式 LINE へのリンクが貼ってあります。合わせてご登録ください。出会いもあれば別れもある。別れたその瞬間は辛くて苦しいかもしれないが、実は別れたことで良かったこともあるんです。今日はその代表的なものを6つご紹介をしていこうと思います。どうしてもね、こう別れそのものの苦しみから立ち直れないとか、まあ、その自分をどう整理していけばいいのか分からないというような方はね、こういうセミナーにお越しいただくといいと思います。改めてね、こう自分と向き合って自分自身の向かうべき道を見つけていくための2日間の講座です。下の概要欄説明欄にリンクが出ていますので、そちらから日程場所ご確認いただくとか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらの方からホームページ飛んでいただいて日程場所ご確認いただいてご都合よければね、こちらにお越しいただければいいんだが、今日は別れは悲しいし辛くてしんどいんだが、ただそればっかりではなくて、もうちょっとねこういうところに目を向けた方がその苦しみやね辛さから少しはこう離れていくことができるんじゃないでしょうか。こんなこともね少し考えてみたらいいんじゃないでしょうか、というようなお話です。もちろんここでご紹介差し上げる話が全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、新たな状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。これも下の概要欄説明欄にリンクが出ています。そちらの方からホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ていますので、こちらの方からホームページ飛んでいただいてご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。ということで今日は別れたことによってね、あなたにとってどんなメリットがあるのか、そんなお話6つのポイントからご紹介をしていこうと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、失う不安から解放されたんですよね。大切に思うお相手がね一緒にいることはそれは喜びだったでしょう。愛する人と同じ時間を過ごすこと、これによって心が満たされたこともあるかもしれない。しかし同時にね、心のどこかにあった彼を失ったらどうしようという不安感とか、彼は私のことを好きじゃなくなることがあるんじゃないかなと感じていた疑念、それがね彼がいなくなることによって一切なくなった。もううちのだってそう思う相手がいないわけだから心配する必要がないわけですよね。特に関係が終わりの方になってくると、ね、顔を合わせるたんびに、あこの人私のこと冷めてるんちゃうかなとかね、あこの人別れようとしてるんちゃうかな、いよいよ別れになるんかなとかね、彼と一緒に過ごす時間が楽しいと思うよりも不安や心配の方が大きかったと思うんですよね。だからこの関係って果たして一体何なんだとね、客観的に見ると一緒にいても楽しくないのに不安や心配しかないのに、とにかくその関係を継続したいという思いだけで彼とずっと一緒にいたその時間、はっきり言ってね、あまり生産的ではないというか、あなたにとっても彼にとってもメリットではない、そんな時間からね解放された。もちろんその不安がなくなった分、実際にいなくなったことによる悲しみとかね、今後またね、愛する人に出会えるかなっていうような心配とか別のものが押し寄せてきてるっていうのはありますよ。だけども今この状態、これまでの中でね彼に抱いていた不安や心配、一緒にいることによって感じていた苦しみから解放されているわけだから、そういう意味ではね、その不安や苦しみを抱えている関係っていうのが切れてなくなりましたという意味では大きく前進してるんですよね。今はもちろんね、いなくなったことによる悲しみや苦しみはありますよ。だけどもいることによって感じていた苦しみ、不安、心配、そこからは解放されてるわけだから前に進んでるんですよね。だからいなくなったことによってあなたは後ろに進んでるんじゃなくて、後退してるんじゃなくて前にちゃんと進んでるんです。いなくなったことによる悲しみやね苦しみというのは、これはある意味、どうしてもね通らざるを得ない道だから、それはそれで受け入れざるを得ないんだけど、でも一緒にいたことで感じる不安からは消えてなくなった、それについてもう考えなくていいので、彼のことをね、彼を心配しながら、彼に疑念を抱きながら付き合っていくような関係はない、あ楽だというふうに、思っていただいた方がいいし、これは現実ね、そういう意味では、あなたは繰り返しますけど後退しているのではなくて前進をしているんでね、そのために今失う不安から解放されたという大きなメリットを得ているというふうに思っていただいた方がいいのかなと思います。
さあ、そして2番目はこちらです。はい、もっと幸せになれる機会を得られたということですよね。彼と一緒にいたことは確かにあなたにとっては幸せだったのかもしれないと。しかしじゃあこの先ね、今の関係の延長でいった時にもっと大きな幸せがあったのかというと、残念ながらそれは疑わしい。まあ、なぜならば彼はあなたと一緒にいても幸せになれなそうだからお別れをしたわけですよね。まあ、それはあなたがそう言ったのかもしれないけど、でもいずれか一方がこの先には2人の関係の延長には幸せがない、まあ幸せかもしれないけど、要するにもっと大きな幸せがある、だったらそっちに行こうという選択をして別の道を彼は歩んでいったわけじゃないですか。いやそんなことはない、私はねあなたと一緒にいると幸せなんだというふうにそれはあなたは言うかもしれないけど、でも一方がそう思ったところで一方がそう思っていなければその先に幸せはないわけだから、だったら彼と続けていたところで大きな幸せは手に入らないんですよね。無理やり関係を継続していくことはそれはできるのかもしれないけど、それは二人にとっての幸せかというと残念ながらそうじゃない。まあ、そういう意味で彼がねやっぱりこの関係ってねずっと言っても幸せじゃないよね、そう判断しいなくなってくれたということはあなたにとってはむしろ良かったと、まあ、いなくなってくれたありがとうって、だって幸せじゃなくなる関係を彼の方から解消してくれたわけだから、あなたはまた別の選択肢があるし、あなたはねまた別の幸せをつかむ機会が得られるわけですね。だって彼がいたらお互い苦しいだけの関係をね、まあ、さっきの失う不安っていう話がありましたけど、まあ、その関係をだらだらとねまた時間とともに、時間を使って、続けていかなければいけなくなるわけじゃないですか。それから解放されて自由、もっともっと幸せになる機会が得られた、そんな風にね、考えていただいた方がいいと思います。まあこれでも本当にそうで、だってね今もう結局別れたいと言ってる人と一緒にだって幸せになるわけはないわけだから、だったらその人とね、お別れをして今はね、まあいずれまたねどっかで復縁する機会があるのかもしれないし、まあ彼がねやっぱり君といた方が幸せだなっていう風に思うことがあるかもしれないというお話はね、まあこういう話の中で前に差し上げたんですけど、こちらに画像があって、こちらにリンク先もあるんでね、まあ、この辺りの話を思い出していただければいいんだが、まあ、少なからずただ今の延長線上にはそれほどね大きな幸せがない、それを彼がね、進んであなたに教えてくれて、いなくなってくれたということはあなたにとっては大ラッキーチャンスなので、まあ彼にとってはねありがとう、いなくなってくれて、本当に心から感謝と思って、次に気持ちをね切り替えていった方が、まあ、いいよねというお話です。さあそして3番目はこちらです。はい、日常のね選択肢が増えるということですよね。まあ当たり前なんですけど、誰かと関わっていたりとか、まあ、身近な人が存在すると人生の選択というか日常の生活の選択が多少狭まってしまうことはある。まあ、土日ね何をしようか、まあ、今まではね彼とこういうことをやることが決まっていましたとかね、土日あなたがやりたいことがあったとしても一応彼の言うことを聞いてとかね彼の都合を聞いて、どうするっていうふうに考えていたりとか、まあ、何かしらこう彼中心に考えてしまったりとか、中心じゃないにしてもどっかしらね頭の片隅に彼の存在、お相手の存在があったりするから、まあ、それを前提に気を使ってね物事決めていかなきゃいけなかったことが全くないと、まあ、それこそ一緒に住んでた人であるならば、まあ、今日の晩ご飯何食べるかって言ってさ、まあ、自分一人だったらね、まあ、チャーハンね注文して、Uber Eatsでチャーハンでも食べようっていうことで、まあ、何も考えずにそのまま選択できていたことが彼がいるおかげで晩ご飯何がいいっていうことを聞いて、いや俺はなんかね、蕎麦が食べたいな、なんか俺私チャーハン食べたかったのにみたいなことで若干ねこうストレスめいたものを何か感じたりすることがあったりするわけじゃないですか。そういうのは一切ないと、完全にフリー、自分で好きなことを決められる、それはあるいは意味でねこう将来に対してもそうだし、日常の生活の小さな細かなことも含めてね、あなたに対しての縛りっていうのが一切なくなった、今ねフラットな状態で自分の未来についていろんなことを考えられるということでもあるんです。まあ、なので、まあ彼がいなくなったことっていうのは先ほどから申し上げているように辛くて悲しいことかもしれないが、同時にねあなたがこれから先ね誰に縛られるまでもなく、そして誰に気を使うこともなくいろんな選択をできる機会を与えられたということだから、まあ、本当にねいなくなってくれてラッキーみたいなね、好きなことをやろうというふうに好きなね時間を好きなようにあなたが使うことができるようになるんで、まあそういう意味ではねこの時間、まあ落ち込んでね悲しんで酒飲んで泣いてることもすごく大事ではあるんだが、結局一人でね
せっかく一人で好き勝手にやれる時間だったら、まあ、有意義にね使えるように考えた方がいいのかなと、思います。さあ、そして4番目はこちらです。はい、痛みをね知り謙虚になることができたというのは、まあ、これはどんな場面でもそうなんでしょうけど、人は一回痛い思いをしないと分かんないことってあるんでね、それはね僕もそうだしみんなそうだと思うんです。まあ幸せだなとか思ってる時ってさ、どうしても人の痛みがねどうしてもね、いや分かっちゃいるんですよ、分かっちゃいるけど、でも自分は幸せだからいいやっていうふうに思ってしまうところってあるじゃないですか。そして本当に苦しんでる人の気持ちが分かんなかったりすることもあるし、どっかでねこう自分の生き方とか考え方とか、まあ、自分の将来に対しても含めてね、まあ傲慢になるっていうと言い過ぎかもしれないが、まあまあ自分はいけるかなというふうに、まあ、ちょっとねこう問題ないよねっていうふうに、まあ、警戒心を怠ってしまうところがある、まあ、それがね、まあ、今回みたいにこう別れが来て足元すくわれて痛い思いをしたことで、あそうかと、失敗するんだ、痛い思いするんだ、痛い思いするとあこういう苦しみがあるんね、あだったらもうちょっとね、謙虚になって人との接し方考えなければいけないし、人の痛みが分かるようにならなければいけないし、まあ、自分がね味わっているような苦しみを人にも与えちゃいけないなっていうことが分かったりするわけじゃないですか。まあそれ分かったところでまた同じことを繰り返したりもするんだけど、でもそうして生きながら人はねみんな成長していくわけだし学んでいくわけで、まあ、その機会をね得た、まあ、痛い思いをして苦しい思いをするからこそ気づくことっていうのはいっぱいあるし、まあ、そうすることによってね人に優しくなれる機会っていうのもあるわけだし、まあ、本当にねまあどうなんでしょうね、あなたもこうすごくうまくいってる時とかね、彼と幸せでハッピーでいる時に、まあ、こういう話を聞く方は絶対聞かないじゃないですか、ね、ちょっと苦しいなとかしんどいなと思うから、普段だったら聞かないようなこういう話に耳を傾けようという気持ちにもねなったりするわけだから、まあ、そういう意味では、彼との別れっていうのが、まあ、お互いねこれはどっちがいいとか悪いとかっていうことではないんだけど、別れによって感じた苦しみや悲しみを通じてあなた自身が謙虚になれる機会を得て、そしてその中で新しい知見をね広めたりとか、まあ、深めたりするそういう機会を得られたというふうに、まあ、思っていただくと、まあ、いい勉強の機会ではあるんじゃないでしょうか。だから悪いことばっかりじゃないよねというふうに思っていただくといいと思います。さあ、そして5番目はこちらです。はい、まあ、それを含めてねやっぱりこう自分と向き合う機会を得たという話ですよね。まあ改めてね自分の何がいけなかったのかなとか、自分のどういうところがね彼にとって気に入らないところだったんだろうかとか、もちろんねあんまり後悔ばっかりしていてもしょうがないし、過去を振り返ってばっかりいてもね苦しいばっかりではあるんだが、でも手痛い思いをするからこそ自分自身に対して何があかんかったのかな、じゃあこういう自分だったら次はねどうすればいいんかとか、どういうふうに人と接すればいいんかとか、人に対してどういう優しさを持って接すると自分も優しくしてもらえるのかということを、まあ、考えることができる。そしてまあそこそこね年もいってくればさ、今度じゃあ結婚相手っていうことを考えていったりとか、ね、まあ結婚しないまでもさ、もうちょっとこう人生を一緒に歩ける相手、肩を並べてね歩みを進めていけるお相手っていうことを探していくときに、まあ、どういう人とそういう接し方をすればいいのかな、どういう付き合い方をすればいいのかなということをちょっとねこう振り返って、まあ、過去を振り返りながら未来に対して自分がねどうあるべきかっていうことを考えたりすることもできる、まあ、こんなお話もね前に差し上げてると思うんですけど、単にね、まあ、苦しいことばっかり誰かが悪いっていうことばっかりではなくて、自分がねやっぱりどんな歩み寄りをお相手としていけばいいのかなということも考える機会になったりもする、こういう画像があるのでこちらを見ていただくといいと思います。こちらにもリンク出てるんでね、まあ、このあたりの話で言ってるように、まあどうしてもね男と女の問題ってどっちがいいとか悪いとかっていう問題で片付けてしまいがちなんだが、やっぱりあなたも悪いし彼も悪い、どっちも悪い中でどういう歩み寄りをしていくことがね大事なのかっていうことを、まあ過去の自分の失敗反省、彼との関わりの中から得られた知見をもとに、まあ次どうしていこうかっていうことを自分に対してねちゃんとこう問いかけて、そして考える機会、まあこれもね一個前の話でも言ったように、うまくいってる時だったらそのこと考えないんだけど、まあ手痛い思いをしてねちょっと失敗してへこんで酒飲んでる時だから、まあそんなことをね考えたりできるという、まあそういう機会を得られたというふうに、まあ思っていただいていいのではないでしょうか。さあ、そして最後6番目はこちらです。はい、これまでのねまとめ的な話ですが、自分を成長させられる機会を得られたということですよね。別にこれなんかね気休めで言ってるわけではなくて本当にそうで、
痛みを通じてでしかやっぱり学べないことっていうのもあるし、彼との関わりを通じて自分自身を振り返り、そしてその振り返りから自分自身が何をやればいいかということが分かり、それを行動に移すことによって結果的にね、日常が変わっていく。だから新しい人の出会いが生まれるし、今までになかったような親密な関係が生まれたりとかね、深い愛で結ばれるような関係を作っていくことができたりする、彼との別れがなければ、彼と辛い別れでなければそこまでね至ることってなかったと思うし、後になって振り返ってみれば、あの人と関わっていてよかったな、あの人と振られてよかったな、そう思える関係ってあると思うんですよね、あの痛みや苦しみがあったから今の自分がある、そう思えることもいくらでもあると思うんです、人を愛せることだとか、あなたがね人から愛されることであるとか、そういうことも含めて、ちょっとね離れてみる、ちょっとそういうものを全て失ってみる、そこで初めて分かること、そしてそこから立ち直って初めて自分自身が実感できること、いくらでもあると思うんですよ。これはもう恋愛だけじゃなくて仕事でもそうでさ、やっぱり手痛い失敗繰り返して、ね、何度も何度もね、あかんなとか思いながらまた次同じことやって、でも少し前に進む、本当にね3歩進んで2歩下がるぐらいの感じでさ、同じことを繰り返して、でもそれを乗り越えて成長していくっていうことの繰り返しだったりするわけじゃないですか、そういう機会を、まあ、今回ね彼との別れを通じてあなた自身が得られたっていうのは、まあ、なんかね意味があるんじゃないですか。今はその意味がねなんだかよくわかんないかもしれないけど、後になって考えてみると、あ、やっぱりあれはね自分が成長する大きな機会、そのきっかけになったそういう別れだったなっていうふうに思えることがあるので、あまりね、まあ、振り返ってあの人しかおらんとか、あの人との関係をまた元に戻さなきゃみたいな、まあ、過去に執着してねそこに肯定するのではなくて、まあ一回終わった話なんでね、そこはだからもう執着しないで、あくまでも自分を成長させられる機会でしたよねという話で、まあ、終わらせた方がいい、だから執着を手放してしまえというお話、これはねこのチャンネルの中でもずっと一貫して申し上げているお話です、こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先も出てるんで、まあ、この辺りの話ちょっと思い出していただきながら、ね、まあ良かったんじゃないですか、本当になんか気休め的なねことを言いたいわけじゃないんだけど、でもね冷静になって考えてみて、あなたが自分元だとねどうしても辛くてしんどくて苦しいし、そんな気休め言うなっていうふうに思うかもしれないけど、でも他人事として見てみるならば、割とね、あでも別れてよかったねあの人たちとかね、あ別れたからね、あそこで辛い思いをしたからこの人すごく今輝いてるんだよねっていうふうに思える人とか、そういうことってあったりするじゃないですか、まあ、それと同じ状況にあなたが今陥ってるというだけの話だから、ね、今別れて辛くて苦しいかもしれないが、そこから得られるのはあなた自身のね大きな成長の、まあ、きっかけというふうに思っていただくといいのではないでしょうか。さあということで全6項目をご紹介をさせていただいています。細かく挙げてきゃねこれ以外にもいろいろあるんでしょうが、まあおおよそ別れによって、本当に辛くて苦しいことばっかりじゃなくてこういうこともあったりしますよね。ただこれは途中にも言ったように恋愛事だけではなくて、私たちは日常起こる全てのことには必ずねやっぱり意味があるんですよね、出会いにも意味があるし別れにも意味がある、それ以外のことにも意味がある。ただそれぞれのその意味というのはその瞬間はね分からないことかもしれないが、時間が経った時にあこういうことだったのかと、まあ、いうことが分かることがあったりするから、今はね、まあ、こういうこと言われてもさはぁみたいな、ね、こっちは苦しんじゃボケというふうに、まあ、思うことばっかりだと思うけど、でもいずれね時間が経った時にああそうだそうだこういうことだったんだというふうに思えることがあるので、まあね、へこんでるのはそれはそれでいいんだけど、まあ、そればっかりじゃなくてね、まあ、一方でこういうこともね、まあ、いずれ分かるだろうなっていうことを頭の片隅に置いといていただくと、まあ、へこみ具合から回復していく速度もね少し早くなっていくのかなと、思います。まあ、あとこの6項目以外であと挙げていくとすればね、まあ、彼と別れてよかったこと、俺に会えたっていうことかなと、思います。現場からは以上です。